はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回は DLC 第2弾で追加された新装備、源の頼光の装備、遠間頭シリーズについて解説していきたいと思います。揃え効果にある対あやかし戦術、合わせて仕様が同じでダメージ倍率も同値の対人戦術についても解説していきます。遠間頭シリーズの揃え効果は DLC 第2弾で追加された新しい奥義、昭王山のダメージ増加と気力回復速度の増加、そして目玉となるのが上属性の蓄積増加のオプションと上属性の敵への攻撃で揚力加算となります。最後に7つ揃えで発動する対あやかし戦術で構成されています。気になっている方も多いと思いますので、先に対あやかし戦術と対人戦術の使用について解説をします。対あやかし戦術と対人戦術は対象者が妖怪か人間かで分かれているだけで、使用やダメージ倍率に関しては全て同値となります。オプションの効果は妖怪か人間に与える近接のダメージと気力ダメージの増加となります。装備の揃え効果で戦術レベル A が存在し、絵巻の方に戦術レベル B マイナスがあります。近接ダメージの増加率は以下の通りとなります。戦術レベル A で 6.1%、絵巻につく B マイナスでは 3.8% しか近接ダメージが上昇しません。どうしても気力ダメージを積みたいという場合以外は、近接ダメージ増加目的としては積む価値はほぼありません。対象者が人かあやかしかで半々に分かれる上に、絵巻に至っては近接ダメージ増加のオプションが上限値 5% で存在しますので、あえてつける意味はありません。遠間頭シリーズの対あやかし戦術の A も7つ揃えと非常に重く、人砲の7つ揃え音調との組み合わせができなくなります。特別な目的がなければ遠間頭シリーズは6つ揃えでの運用がベストです。強力な上属性ビルドを運用する際に以下の3点セットの組み合わせで運用しましょう。遠間頭シリーズで上の敵への攻撃で揚力加算、守護霊鳳凰で上の敵への近接ダメージ増加、玉城白虎で敵を上にすると揚力加算、この3コンボが鉄板です。鳳凰の守護霊技は数少ない有益な技です。通常であれば使いづらい護霊小ライフを積んででも使う価値があります。白虎の妖怪技も攻撃範囲が広く上の蓄積値が高いのでかなり有用です。よって遠間頭シリーズは6つ揃えの上属性ビルドとして運用し、7つ揃えの人砲の音調と組み合わせて使うと効果的です。最後に玉城箱の揚力前借りについて語って終了にします。簡単に説明すると揚力借金です。ブランド品妖怪技を買うときにお金が足りなければ金融会社に行って不足分を借りることができます。借金はやや利息を払って返済することとなり、返済しきるまであなたの所持金はマイナスです。弁護士汚れ写しを雇って自己破産をすれば借金をゼロにできます。悪徳弁護士を雇ってやらかしちゃってる仕様があります。これについては解説しません。ということで対あやかし戦術、対人戦術も含めた上での使用解説、運用法も含めた上での遠間頭シリーズの解説になりました。